おはようございます。2022年5月3日火曜日朝5時20分です。いや、昨日のね、夕方のジャンクから一転して結構クリーンかも。天気の方は晴れ、気温の方はちょっと冷えました。8度。風の方は今北西風がまあちょっと吹いてますけど、まあ 2,3 メーターってとこですかね。草がちょっとサバサバっと揺れるぐらいな、そんな感じです。で、波ですけど、まあ風でね抑えられ、まあ昨日もちょっと東のなんか風波みたいなやつでだったんで、でしたけど、まあ抑えられて、どうですか、膝、ももぐらいですかね。で、遠くを見てもあんま入ってる人はいなくって、釣りがめっちゃおるみたいな、そんな感じです。で、潮回りがまだね、今からちょっと上げちゃうんですね、これで。なんか下げればちょっとやれそうなところ、アウトでやれそうなところもあるんですけど、まあ、潮が今から乗るんで、まあ、インサイドを狙いたいと思いますが、そこね、ちょうどね、インサイドのね、やりたいところにね、釣りがおるんすよ。またまた釣れてるんですか、これ。なんかね、困っちゃいますね。はい、私はそこでやりたい。で、うねりの方は、まあ、こっからだんだん下がってはくるんですけど、明日は、風の方が弱いので、まあ下げればやれるかなと思います。まあ結構ね、昼過ぎ1時半ぐらいが明日干潮なんですけど、まあそれぐらい結構ね下がるんで、まあそれでやれるかなと思います。まあ今日はまた風強くなっちゃうんで、まあ北西風なんでね、まあ抑えられちゃうかなっていう気もします。はい、まあそんなわけで、朝の波状況の方ね、終わっていこうかなと思います。今朝も音畑修賀がお伝えしました。それではまた、一応ね、やれそうな波はあります。はい、ではまた。これも乗れそうっちゃ乗れそうっすよね。これで、桃ですね。